メガテル？オメガレイとオメガリオでーす。リオちゃん、何？イラスト屋って知ってる？うん、知ってる。あの絵のやつだよね。そう、いろんなさ、うん、種類があるイラストのさ、うん、やつなんだけど、うん、ということで、うん、今日の企画は、うん、第1回、うん、イラスト屋の素材を使って、うん、アニメやゲームを再現する選手権。イエーイ。めんどくさいな。めんどくさいの。うん。イエーイです。イエーイ。イエーイ。じゃあ内容の説明するね、うん。イラスト屋のイラストで使っていい素材は5種類までです。うん、同じ素材は3つまで使って OK です。ゆるゲーじゃん。評価は、うん、ユーモア性と技術性と、うん、作品とのマッチ度の3点を評価します。うん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 。じゃあさ、うん、2人でさ、うん、作ってみよっか。作ってみよう。うん、2人が知ってるやつね。うん、分かった。イエーイ、作ろう。イエーイ。よいしょ。ちょっと、見ないでよ。見ないよ。よいしょ、よいしょ。リオちゃん、見ないでね。えー、で、見ないで。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。終わった？終わった。じゃあ作品見せてこっか。うん。でもね、プロだよ。嘘。ほんと。でもね、プロだよ。うん。みんなも何の作品か当ててみてね。当ててね。これです。ベベン。ねえ、ちゃんと見て。絶対わかる。みんなわかるはず。ねえ、みんな。え？嘘でしょ。待って、101匹ワンちゃん。違うでしょ。え？女の子が踊ってて、うん、うん、蜂が飛んでて家の上に犬がいるの。そうだよ。ねえ、レイちゃんさ、うん、ちょっと世間知らず的な犬でかいね。家の、いや、家の同じサイズの犬じゃん。犬はね、その模様ではない。え、でもこれ犬なの。まあ犬、多分、多分犬。分かったわ。え、何？嘘。これさ、うん、スヌーピー。そうだよ。これ、この蜂がさ、うん、ウッドストック。そうでしょ。もう再現度100でしょ、これは。うん、プロだよ。すごいね。かわいいじゃん。うん、これチャーリー。チャーリー。チャーリーはチュンチュンだったんでしょ。すごい。でもこれ年取った感じだよね。かわいいね。光ってるから、頭すごまあね、すごいね。プロでしょ。これは再現度はあるわ。でしょ。うん、なるほどね。うん、スヌーピーね。すごいね。このおじいちゃんのさ、使い方がやっぱさ、プロだったんだよね。発想がもうね。じゃあ点数つけるね。はい。これ結構面白かったから、うん、ユーモアが4で、うん、芸術性も4で、おう、作品とのマッチ度も4だね。すごいんだよ、やっぱ。ちょっと面白かった。面白いって。これ面白かったよ。ウッドストック可愛いね。ウッドストックがそっくりだったね。そうでしょ。チャーリーもそっくりだった。そっくりだったでしょ。うん、おじいちゃんになっちゃったけど。ね、おじいちゃんだった。じゃあ次。レイちゃんの？次レイのね。うん。ババーン。待って待って。え？すごいでしょ。すごいんだけどさ、何これは。なんで魚が3匹いんだろう、これ。ちゃんと見て。うん、見てる。誰でも知ってるやつでしょ、うん、これ誰でも知ってる。なんたまにタコ乗っけてんだよ、こいつ。え、リオ知ってると思う？知ってるよ。絶対知ってる。これね、リオちゃん大好きだよ。え、リオそれ大好きなの？大好き。これ大好き、リオ。うん、大好き。タコ焼き。え？じゃあヒントあげるね。うん、この男の子が頭につけてるのは、さっきタコって言ってたけど、うん、これイカの足なの。うん、待っちゃった。イカの足が頭についてる。あ！わかった。これはね、スプラッチュンだ。ピンポーン。わかりにくいな。わかりやすいじゃん。魚3匹はわかりにくい。これ小鮭だよ。あ、小鮭だっけ。小鮭。あ、小鮭。あれバイトのね。そう、バイトの。あ、なるほどね。小鮭が赤く塗ってきてんだよ。これ面白い。わかりすぎでしょ。うん、わかりやすい。ちょっと点数つけるわ。うん、これちょっと面白かったな、うん、いいよ。はい、うん、ユーモアが3、
はい、芸術性が3、はい、作品とのマッチ度が4です。おめでとう。じゃあ最後ね、うん、じゃーん、すぐ分かっちゃいそう、これどうしよう。あれ、レイちゃん、レイちゃん、あ、わかった、絶対わかるよね、わかった。何これね、うん、ポケモン、ピーパーこれさ、うん、人影でしょ。そう、この真ん中の何え、ピカチュウ、ネズミだよそれ、ピカチュウに決まってんでしょ。これ、ゼニガメでしょ。そう、待って、不思議なのいないじゃん。あ、忘れてた不思議だねがいないじゃん。不思議だねはちょっとイラスト屋では再現できないほどのクオリティだから、うん、あの難しいんだよ。これも木の葉。そう。でもさ、やっぱさ、うん、不思議だねいないのダメだよ。でもリオさ、うん、ピカチュウが好きだからさ、点数つけるねじゃん。うん。これは、うん、ちょ不思議だねがいないけど、うん、ピカチュウ面白いから。そうだね。ユーモア5で、うん、お、芸術性は2で。2作品とのマッチ度は2、うん、だってやっぱ不思議な姉がいないと御三家はダメだよ、うん、忘れてたのは申し訳なかった本当にでも不思議な姉も好きだからね、うん、やっぱ一番点数高かったのはさ、スヌーピーだ ね、 やっぱね楽しかったね、楽しかったね。みんながさ、うん、イラストや再現選手権っていうタグで、うん、ツイッターでつぶやいてくれたら、うん、おめすがさ見に行くよね。行く行く、面白そうだよ ね、 ね、なんかさ、みんなもさいっぱい作ってほしいね、うん、作ってほしいね。だからできぜひぜひ作ってください作ってみてください、チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね。